大和田正宏は、日本のサクソフォン奏者。専属学園音楽大学准教授。宮城県出身。宮城県古川高等学校を経て1990年に、東京芸術大学音楽学部器学科に入学。同年、第7回日本管大楽器コンクール第2受賞。1994年、東京芸術大学卒業後。 東京芸術大学大学院音楽研究科に入学。同年、第1回、アドルフ・サックス国際サクソフォーンコンクールにおいて、第5位受賞。第6回宝塚ベカ音楽コンクール室、内学部門において、第3位となる。サクソフォーンは、大室雄一、富岡和夫、菅川信也に、ジャズサクソフォーンは、市野ヘスケ三郎に指導を受けた。1996年、 東京芸術大学大学院修士課程を修了。1998年、デビューリサイタルを浜離宮朝日ホールにて開催する。2001年、ジェームス・バーンズが自作、アリオソとプレストを指揮して初演した際に、専属学園音楽大学シンフォニック、ウィンドウオーケストラのソリストとして参加。これまで、東京高生ウィンドウオーケストラ、NHK 交響楽団、 読売日本交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団等のオーケストラのサクソフォン奏者として活動歴がある。テレビアニメ、響け、ユーフォニアムシリーズ、映画、リズと青い鳥の音楽監修、吹奏楽監修及び指揮者を務め、劇中演奏シーンやサウンドトラックから効果音に至るまでの録音、監修に携わる。 現在、ソロ活動のほか、複数のグループやユニットでの活動も行っている。また、専属学園音楽大学や全国各地のクリニック等において更新の育成に当たっている。専属学園音楽大学フレッシュマンウィンドアンサンブルの企画運営責任者として、コンサートの企画プロデュースも行っている。ありがとうございます。